久保さん49歳の方すごいですね。まああの音声対談もしっかりとりましたんでめちゃくちゃパワフルですね。あの心はどんどん子供になってってワクワクしてるんだけど鏡がついてこないっていうね <laughs> 鏡がついてこないっていう名言がね出ましたんでね。<laughs> まあ今回のテーマはね年老いてくるんですね。はい。心は若くなってもあの 体力というかか肌といいいいううね年てくことで、まあ、僕もどんどん髪の毛薄くなってますけどまあ賞味期限があるよっていうところですねうんやっぱそのやらなければまあなんだ2021年もどうでしょうかね今日で今日で終わりじゃないですか1月ねえ久保さん今日31でしょはい今日で終わりですね早いですねあっちゅう間で,ですよ もう月月の1か1ヶ月終わりました、うん、だ気がついたら何もしなかったら多分今年もまああっという間に終わるんじゃないかなというところでまあ多分ね今年中に久保さんあれですねレイジシリーズも終わりますねうんなんでうん今やってないんだったらまあ今日からやれってことですねいってらっしゃい